高校生のゴルフのインターハイが行われるんですけど、今日はその練習ラウンドに密着しにやってきました。はい、一番、だらっとした監督がやってきました。こんにちは。見たことのある吉岡哲司先生です。こんにちは。もうなんか歩いてたらバテちゃって。これ今回泳ぎは何人で来られたんですか？今日は5人です。男子5人。うん。ベストメンバー、まあまあ去年全国4位。何かテーマ持って取り組んでるんですか？あ、トラックも全部持ち込んで、うん、各ホール全部一応データ測りながらやってる。まあ、他のチームはそういうことやってないんで、うん、うちはちょっと違うことやってみようかな。うん、Tショットじゃん。はい、こっか。今年もよろしくお願いします。だらっとここは一番監督がリラックスしてる高校なんで。俺が一番だらっとしてる。そう、あらま、汗だくだもん。だってケツも汗だくじゃないですか。そうだよ、だってさ全部歩いたんだよ。そうそう。キャプテン誰ですか？キャプテン、あ、キャプテンちゃんと持ってる。キャプテン、トラックマン持って。3年目の勝負ですけどどうですか？いやまあ調子あんま良くないですけど、このエースと。エースも硬いな、このエース。エースも力君のみやばいな。タックル強そう。だって元ナショナルチームだあ、そうなんですか？そうだよ、中3からナショナルチームだ。お名前は？サンダマヒロです。かわいい名前だね。ありがとうございます。どうですか、エース今年の団体戦は？いや、やっぱ優勝したいです。なんか気になる高校とかあるんですか？でもなんか、なんか飛び抜けてうまいとことかはないと思うんで、うん、まあ、自分たちも力が出せれば全然可能性はあると思うんで。あ、全員パワープレイで回ってくるのが目標なんですか？パワープレイ以下。以下、こうやって iPad で。もう見方わかるんですか、みんな？はい、わかる。じゃあ代々木高校1ホールついてきます。キャプテン山本力君です。うん、捕まった。こういうの使ってもね、曲がるものは曲がるんだよね。使ってからまっすぐ行くわけないじゃないですか。4度、フェースが被って左行っちゃった。単独はどうかな。開いちゃったか。いや、力強い振り方するな。ヒールに当たったかもね。ヒール当たった？そう、ちょっとね、はい、理論上はまっすぐ行くんだけど、うん、ちょっと球がスライス回転してるっていうのがこの辺で、うん、途中から曲がった。そう、こういう数字見ながら、あ、20ヤード右行ったなとか、ちょっとこの辺に当たったみたいな打ち合わせをしてます。うん、から中学生、中学生君も一緒に参加してます。 あれ、うん、ちょっと引っ張っちゃったな。引っ張っちゃった。緊張するよね。緊張してますね。そうそう、ベスト4の壁でね、うん、ベスト3入ったことないんだよね。おー、なかなか今年は上位に入りたいんですけど、うん、優勝はなさそうにいまいち絡めない。うん、でもやればいける。そうね、うん、まあ、伸び伸びしてるよ。うん、楽しくやってよ。飛びすぎや。あ、まっすぐ行っちゃった。ナイス。これピッチングですか？はい、ピーです。120？ いや、140ぐらい。140、はい、そのまま打つんですか？そう。さすが。これはレイアップ。うん、おお。止まれ。ちょいラフ。木の根っこ近かったんで、うん、ちょっと当たるか心配だったんですけど、まあ、ちゃんと当たりましたね。ちゃんとクリーンヒットさせることだけ考えて。うん、今何日目ですか？一昨日入って、うん、昨日ラウンドして今日2日目ラウンド。ーコースのことはもう分かってるんですよね。まあ、去年も回ったんで、うん、大体分かるんですけど、うん、まあ、やっぱり狭いんです、うん、はい、曲げたら終わりって感じです。
トレーサーレッジ打ったらどうなんだろう。ナイス。ナイス。はい、お疲れ様です。じゃあ頑張ってください。はい、次はどこですか。次はですね、熊本国府高校、はい、熊本、わざわざ熊本から。あれだ、あ、なんかすごいまとまりのいい青い集団がいた。うん、いたよね。いましたね。さっき滝川第二高校の2連覇してる前ですね。はい、前に優勝してる、高校ですね。出身プロは大里桃子選手。はいはいはい。早いみんな。うわー、おー、ナイスナイスです見て、あのみんなの乗り具合すげえ。すごくないですか。うん、はい、全員のセカンドの地点ここです。雰囲気が全然違う。全然やっとなんか全国大会っぽい感じする、うん、ちょっとこうピーピーピーとは言わないけど、うん、ちょっといい感じの緊張感があって。すげえ。はい、続いては熊本国府高校の長野先生ですね。長野先生、よろしくお願いします。お願いします。熊本国府高校、はい、どういう学校ですか。そうですね、あの創部は2009年なんですけども、まあ、歴代いい選手がいっぱい来てくれてですね、はい、あのプロとしてはあの大城みなみ、野口あやみ、宮崎つぐみ、あと大里桃子といっぱい輩出今してますけど、歴史が浅い部なんで、うん、なかなかその統制を取るのがやっぱ難しいっていうのと、うん、まあ、あのうちの部はまとまって練習することもありますけど、うん、基本的にはそれぞれのコーチがついているので、うん、その中で集まってきたところでどういうチームワークを発揮するかというところでちょっと難しいところがありますね、はい、熊本って言ったらいろんなプロが出てきてるので、はい、うん、そうですね、ね、さっき先生も、うん、はい、ゴルフ王国、日本のゴルフ王国って、ね、ね、言われてる県の代表として来てると思うので、ね、ですね、だからやっぱ最近はそのこのジュニアで優勝してる選手とかが少なくて、うん、やっぱりそういう陰りが出てきてるので、うん、まあ、でも団体戦では勝ったりしてますけど、うん、なかなかその上り詰めて個人で上り詰めてるのはいないので、うん、まあ、そういうところから変えていかなくちゃなとは思ってますけど、ね、うん、まあ、お山の大将みたいになってるっていうのをもう一回外してしまって、うん、やっぱチャレンジャーとしてやっていきたいなとは思っています、うん、まあ、滝川第二高校2連覇してるっていうで、はい、さっき取材しましたけど、その前に優勝されてるんですね。そうですね、その前に、はい、まあ、取り返しに来たって感じですかね。そうですね、今年は、はい、そういうつもりで、九州大会も優勝できましたし、すごい、はい、ぜひ、まあ、あのようなメンバーでしょうか。キャプテンはですね、キャプテン、キャプテン、奥山純奈っていう、まあ、奥山さん、彼女 もう中学生からすごい実績があって、まあ、高校1年生の時にこの全国高校連 あの試合でも上位に入って、まあ、選抜のマッチプレー大会に出たりとか実績はある選手、うーん、まあ、チームをまとめてくれてますし、さっきみんなで一生懸命パターをこうずっとこう伸ばし合ってて、すごい真剣にこういい感じの緊張感でこう練習ラウンドしてるなと思って、ここのコース初めて行ってたんですけど、
触り始めて初めてだね。ちょっと緊張感もあったし、少しだけ、ね、なんかプレーが早いなと思ったんですけど、普通結構早い方だと思います。うん、こう淡々となんか、うん、なんだろう、こうアマチュアの試合とかもみんな結構淡々とするじゃないですか。うん、そんな感じの、うん、なんか雰囲気、試合っぽい感じでしたね。うん普段はそうでもないですけど、ゴルフになるとやっぱこのメンバーはちょっと集中力があるかな。まあまあね。まあ一見ね、先生ちょっとね、見た目はこわもてですけど、はい、どうですか、キャプテンから。優しい、うん、優しいって、ね、優しいって今の時は言っとかないと。まあでも本当にいいメンバーで、うんね、で彼女がまとめてくれてる。なるほど、はい、リーダーシップがしっかりあるんですね。高校3年生、あとのメンバーは3年生があともう1人います。はい、あと1年生が2人。ああそうなんですね、高3人、高1人、はい、じゃあせっかくなのでショット見ましょうか。はい、やっぱりこうフェードとかもいるけど、この子長崎から地元へ、で九州ジュニア2位です。あ、先生の元へ。いや、あともう一人です。監督の監督。監督この子が優勝。九州ジュニア優勝。うん、だってかっこいいもん、立ち方が。あら、滑った。うん、おー、いいとこ。池関係ねえってか。ナイス。福井のそこの高校と、まあ、正反対って、まだ正反対って言っていいぐらい、なんか、普段はもうちょっとキャピキャピしてるのかもしれないですけど、でもこうちゃんとこうしっかり練習ラウンドをやってるって言われて、ね、今日初めてだから真剣なのかね。一緒の友だもん。大久保さんラフで意識することありますか。ちょっとなってますけど、しっかり打ちます。しっかり打ちます。おお、ナイス。確かにしっかり打った。そう、ラフは、ね、しっかり打ちます。しっかり打ちます。ラフはしっかり打ってくださいね。気合い気合い。かっけー、球高っ。ナイス。おお、ナイス。ナイスバーディー。バーディー言われちゃったよ。ナイスバーディー。いやー、いやー、でもこの高校なんかすごいね。すごいですね。もうちょっとなんかその宿舎に行ってさ、うん、本音はどうなのよっていうのをさ、ちょっと聞きたいよね。聞きたいし、なんかやっぱその一日練習に密着したいですよね。まあ、ね、彼女らね。うん、どういう練習するの。それはあるわ。転がしていいよ。転がして転がして。本当本当転がして。そういうのを見たいんだよ。これって4人で同じ組で回るんですか。違う学校との一番最初の4人と連なっていくんですか。1番目、2番目、3番目、4番目っていう風になるので、同じ組じゃないですよね。同じ組じゃなくて、うん、1、2、3、4で握った
1組目、2組目、3組目、4組目で4校で4校が一緒に回るってことですよ、うん、ただその駆け引きがやっぱりあるんですよ。同じ、その大体同じぐらいの、あ、そうなんですか、はい、チームとやるので、でそれでこう言えばエース同士当てるのか、はい、でそう飛ぶ子を出すのか、こう当てて、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ハニーリンゴルフっていうのを YouTube 見てください。はい、見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。福井工業大学附属高校。附属福井高等学校。附属福井高等学校。福井が2つ入っている。そうです。超えてるね、でも、うん、おー、ナイスショやったキャプテン、ちょっと可愛らしい感じ。ナイスでーすナイスキャプテン。もう福井の子だし、仲いいな。ね、やっぱなんかまたこう雰囲気がなんか柔らかい仲いい。やっぱ福井はやっぱ柔らかいんですよね。杉浦くん、日本ジュニア去年優勝と、はいはい、学生で一番大きいタイトルなんですよ、実は。それを2年生で取ってるってことはすごいですね。あ、そうなんだ、うん、でも個人でもまあ優勝するだろうってくらいの可能性は十分高いですね。日本ジュニアってすごいんですよ。この高校のこのインターハイのやつで、なんかどっかのサイトでリーダーボードとか見れるリーダーボード、今年からゴルフネット TV さんが入るので、うん、ああ、そうなんだ、分かると思います。じゃあリーダーボード見たいね、うん、みんなちょうどいい知ってると気になるでしょ、うん、気になる、うん、はい、続いては福井工業大学附属福井高校の監督の福岡先生です。福岡先生はい、はい、先ほどね、女子の松田玲さんのお姉さん、はい、高校ですね、取材しましたけど、はい、この男子中部地区優勝してる高校なんですね。今年の選手たちの意気込みとかどうですか？そうですね、まあ、杉浦雄太を筆頭にですね、まあ、2年生の、大谷元気といったちょっと日本アマでもですね、かなりちょっと自信をつけてきてますので、本当に今年は、優勝を狙える、うん、まあ、優勝目標にやってきたんで、優勝取りたいと思っております。女子の方ちょっと取材させてもらったんですけど、なんかこっちそのなんか男子の方もみんななんかこういい意味でこうリラックスしてて、なんかこうゴルフ楽しんでやってるなっていう感じがすごくいいなと思って、和気あいあいしてもいいですよね。なんかそういう指導のなんか仕方があるんですか？うん、いや、特にまあまあ、クラブの決まり事として、うん、まあ、みんな仲良く、はい、まあ、切磋琢磨してやろうということを、はい、まあ、常日頃言ってますので、はい、チームワーク良さそうですね。まあ、そうですね、まあ、普段からもう毎日みんな一緒に練習してますので、うん、まあ、チームワークは、はい、まあ、他のチームよりも、まあ、優れてると思ってます、うん、ね、先生見たらちょっと厳しそうな感じ、うわーってなんか言いそうな感じありますけど、そう言われませんか？まあ、それそこら辺はちょっと選手に聞いてもらえます。まあ結構かなり、まあ、細かいこと、はい、まあ、うるさく言ってるつもりでいますけれども。うん、おお、手前。それ UT っすか？UTT 型アイアンですね。うん、おー、打ち込んだ。やばいやばいやばい。
今のは思った通りの球筋ですか？もうちょっとドローかかる。ああ。今のって5番とかですか？いや、4番。じゃあインタビューしていきますか。走るんかい。走るんかい。ピンの5ヤード手前、ピンの5ヤード手前に持ってないって言われてる。ピンの5ヤード手前でスピンかけてる。うわー、おーいけ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 、おーおー、福井やばい、福井、福井チップイン2連続じゃないか。すごいね。まだあるよ、まだあるよ。はいよ、キャプテン、キャプテン頼むよ、キャプテン。いいいいいい、もっといけもっといけもっといけ、ナイス。前の2人がちょっとやりすぎたね。ちょっとやりすぎます。後輩なのにちょっと空気読めなかったね。エスパー。基本的には試合で、試合のトータルできない。まあ、もうそれもありますし、まあ、学校生活とかも、やっぱりちゃんと、学校に、しっかり授業を受けてる。220ぐらい打つ感じですか？220ぐらいです。220ぐらい。ピン奥。ピン奥。225ぐらい。225。みんな番、あ、でもそんなもんだよ。みんな番手は3番アイアン。3番アイアン。225ヤードで3番アイアンとかも、なんで？大きいかな。大きい。大きい。かわいい。スタート。届け、バンカー。バンカーでした、惜しい。届け、あーバンカーだ、惜しい。結構上げてるかもね。うん、おー捕まっちゃったね。入ってこねーだって。あ、でも、おー、ナイス、遅い、遅い。左だね。左、うん、いいよ、ナイスショー。すごい。うん、ナイスショー。ナイスショー。さすがキャプテン。キャプテンしか乗ってないですか？うん、キャプテンのみ。はい、キャプテン威厳を見せました。ここ出たことして大体プロになっちゃうんですか？そうなんですね。ここの全国大会っていうのは基本的に、うん、さっき言った僕の通りです、池田優太君とか、はい、宮里愛ちゃんとか、みんな松山英樹君とか、みんなこの試合に出て、はい、成績を残して、はい、プロになってくるんですよ。すごい。この大会の成績が、うん、日本代表になる、あのナショナルチームってやつですか？そうですね、ナショナルチームでもありますし、公募連の中の日本代表っていうチームもあるので、はい、そこの選抜の選考の一つにもなってますから。スーパーバイザーですよね。スーパーバイザーです。スーパーバイザー、この選考会にもね、はい、それはみんなまさに杉浦優太君なんか今、うんうんうん、もうメンバーに実はもう入ってるので。あ、そうなの。他の選手はこの試合で最後に選ばれるか決まるので、かなり真剣なんじゃないですかね。杉浦選手、おー、止めるんじゃない？おー、ナイスナイス、俺がって、よし、おー、しっかり打った、届け届け、ナイスタッチ。うん、杉浦君、ちょっと彼女から質問があるので。ボールから見たラインと反対側から見たラインが違う風に見えるときあって、はい、こっちからなんかフックに見えるから、こっちからスライスに見えるとか、そういうときってどうしたらいいんですかね？一回
まあ、ボールを数に立ってみて、うん、普通に構えてみて、うん、まあ、本当にどっちか分からないときは、うん、もう立った時の感覚、感覚、立った時の感覚、はい、どっちか分からなくてもうどっちか決めて打ちます。なるほど。そういう時ってあるんですか？あります。あ、そうなんだ。よくあるんで。わかりますよね。はい、よかった。私だけじゃない。どっちを信じるとかじゃないね。こっちから見てフック、あっちから見てスライス。はい、どっちを信じるとかじゃないの。はい、立った時の。はい、構えてみて、曲がりそうだなって思う方に向けます。あ、なるほど。うん、おー、来た。なー、惜しい。惜しい。惜しい。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。頑張ってください。